Hi guys, what's story? 今回僕から一つ報告があります。岩橋聡、もう一度プロサッカー選手を目指します。モンゴルと契約したけど渡航できずに契約が切れてしまったっていうところで、去年の8月から仕事をしてサラリーマンとしてやってきました。その中でもちろん仕事はすごい楽しかったし、同期の人、上司の人っていうのはすごいいい人だったんですけど、やっぱりサッカーがしたい、まあサッカーがやっぱり好きなんですよね。こうサラリーマンをしながら仕事がすごい楽しい部分もあったんですけど、同期だったり友達がね活躍してて、 J リーグだったり海外で活躍してるのを見るとやっぱり刺激を受けますし、僕自身モンゴルで契約したにもかかわらずコロナの関係で渡航できずにプレーができなかった、その悔しさっていうのは、まあ、少なからずあります。そういった思いがね心の中にあって、だんだんとそれが大きくなってきたっていうところです。具体的に言うと今4月の2日なんですけど、先月末3月の終わりで仕事を退職させていただきました。そして4月いっぱいしっかりコンディションを作って、5月以降でトライアルになるのかオファーが来るのかわかんないですけれども、来たチャンスをしっかりつかめるように、チャンスを呼び込めるようにしっかり準備してやっていこうかなと思っています。社会人としてやっていたところのブランクだったりとか、今から体を戻さなきゃいけない、サッカー感を戻さなきゃいけないっていうのはあるんですけど、やっぱり僕自身サッカーが好きですし、そのためにはきついこと苦しいことももちろんやらないといけないので、これからねサッカー選手として、プロサッカー選手としてもう一度チャレンジして、今度こそピッチに立ってプレーできるように頑張っていこうかなと思ってます。そしてその生活っていうものをね、この YouTube を通して発信していければと思っています。ぜひ応援の方よろしくお願いします。そしてこれは僕だけじゃなくて、今見てくれてる皆さんの中にも、今回のコロナウイルスで自分が行きたかった道を断たれた人たくさんいると思います。行きたかった進路に行けなかった、狙っていた大学に行けなかった、たくさんいると思います。もちろん今の現場で頑張ることもすごい大事だと思うんですけど、その中でもともと目指していた場所、もともと目指していた進路に未練が残っている方は、全然今からでもチャレンジしていいと思いますし、僕はそんな皆さんを、ね、応援したいと思っています。このチャンネルを見てくれて、もう一回やってみよう、一回失敗したけれどももう一回チャレンジしてみようかなと思ってもらえるきっかけになってもらえればすごい嬉しいです。出身はもともと長崎県で、高校卒業まで育って、高校は長崎日大高校というところでプレーしてました。そこから千葉県の城西国際大学というチームに、進学をして、大学を卒業後アイルランドに渡って3部リーグ、アマチュアなんですけれども3部リーグでプレーをして、マルタ、タイとトライアルを受けに行きました。そして2019年の年末から2020年年始にかけてタイに行ってトライアルを受けている中で、2020年シーズンのモンゴルのハンガリットというチームで契約することができました。やっとプロサッカー選手として始まるというところだったんですけれども、コロナウイルスの感染拡大で、渡航することができず、まあ、一度サッカーを諦めて就職するという道を選びました。そして昨年の8月から3月までサラリーマンとして働かせていただきました。やっぱり一番行きたいのは J リーグですね。 J3 なのか、やっぱり自分が小さな時から身近にあるプロリーグですし、自分の国、日本という国のプロリーグなので、そこは目指したいなと思っています。ただそんなに甘い道ではないと思うので、一個一個ステップアップをしていって、その先に J リーグがあると思っているので、1年目は国内国外問わずどこでも行くつもりではあるので、まあ、どんなチームどんな環境においてもしっかり結果を出せるような体と心を作っていきたいなと思っています。その先に一つ一つ階段を登っていって、まあ、J リーグっていうところが見えてくればすごい幸せですし、そこでプレーすることができれば、僕が今までお世話になった人、僕のことを応援してくれてる人に直接、まあ、身近な形で、まあ、恩返しになるかは分かんないですけど、まあ、プレーを
見せることができるのかなって思っています。好きなサッカー選手、そうだな、あんまりこう一人の選手を好きっていうのはないんですけど、強いて言うならマンチェスターシティでプレーしてる、本当につい最近対談が決定したんですけど、そのアグエロ選手ですね。僕自身前線の選手っていうのもあるので、大学時代フォワードだったり、アイルランドの時はサイド、まあ 1.5 列目であったり、前線のいろんなポジションをこなす選手というところで、まあアグエロ選手は最前線でゴールハンターという部分なんですけど、身長があまり高くない選手っていう共通点もあり、それでもね、あれだけの得点能力と決定力を持っているっていうのはすごい憧れますし、小さくても点が取れるっていうところ、またメッシだったりとはまたちょっと違う、めちゃめちゃドリブルがうまいっていうわけでもないですし、得点を取るフォワードみたいなイメージですね。なのでそういう意味で90分としてもちろん高いパフォーマンスを発揮しなきゃいけないんですけど、まあ、いろんなことを差し引いてもあいつは点取るよなと、結果出すよねって言われるような選手になっていきたいですね。好きな子のタイプですか？好きな子のタイプはちょっと華奢でちっちゃくて可愛い子の方が僕は好きですね。足なんですよね、やっぱこうスラッとしてる足の女の子にはすごい惹かれますね。動物に例えると、動物、なんだろうな、ペンギンとか。ペンギンってどんな足してるっけ？はい、ということで、まあこんな感じで、これからね、頑張っていくので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。よければ、グッドボタン、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。もっと質問だったり、聞きたいことある方は、DM だったり、コメント欄の方にくれれば、答えさせていただくので、ぜひよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。Cheers guys! Bye!